はいどうもゆうきです。王者の祭典レッドに憧れた少年の軌跡、実況プレイ続きやっていきましょう。今回また新たな街に行こうと思ったんですけど、なんでも金曜日になると波乗り持ってたらつながりの洞窟でラプラス出るみたいなんですよね。なんでちょっとね、レッドさんのパーティーに習ってラプラスを捕まえに行きたいと思います。ここですね、久しぶりですね、つながりの洞窟。いやまだ空を飛ぶ持ってないからね、結構戻ってくるの大変っすね。この中にいたいた、ラプラスですね。このつながりの洞窟で金曜日にだけ出てくるみたいです。安明から電話来てるんですけど、まあ無視しておきましょう。ここはいやーラプラス乗りたいなー。いやいいね、かわいいね。こうやって自然になんか散歩してる姿もいいっすね。これはどうやって、どうやって話しかけ、あ、ここか。オッケーいいね。この会った時の水のエフェクトもいいっすよね。あ、でラプラスは押す。よし、これはレッドさんと揃えられましたね。そうしたら捕まえるか。いや、この洞窟来る時のおぉ、効率買うのか、そうか。トレーナーたちがね、かなり強くって、ちょっとこの段階で正直来るべき場所ではなかったのかなとも思うんすけど、まあやっぱりパートナーを手に入れるため、うわぁ、まひった。強いな、ラプラス。強いな。ちょっと待って、これで、とりあえずいい感じの調整はできたから、スーパーボール行こう。まあラプラス青いしね、色は合うんじゃないの。すごい。来い。オッケー、よし。これでとりあえず殿堂入りまでに仲間になる子たちは一通りしたかな。なんかカビゴンとかカラカラは関東じゃないとどうにも出てこないみたいなんで、これでとりあえずいけるか。乗り物ポケモンってかわいそうよね、ちょっと。優しい心の持ち主、滅多に争わないためたくさん捕まえられ数が減った。かわいそうだよね、それは。よし。これでとりあえずパーティーは大丈夫ですね。じゃあ待ち戻りますか。そしたらとりあえずはこのパーティーで行くことにします。ラプラス、リザード、バタフリー、モココ、アリゲイツ、ソッキー。まあ、この3人がレッドさんと同じパーティーで、モココがピカチュウ枠で、ここ2人をガラガラと、あとカビゴン、関東に行ったら捕まえたいと思うんですけど、それまではこの2人。てかウソッキーメスだったんだね、何気に。メスのウソッキーだったんだ。これはこれで珍しいっすね。っていう感じでちょっとね、この旅は行ってみたいと思います。で、こっから確か西の方だった気がするんだよね。違ったっけ？東ってなんか赤いギャラドスとかいなかったっけ？あ、じゃあ後だよね。君はどこから来たんだい？え、若葉タウン？それって確か宇津木博士がいる町だよね。ずいぶん遠くから来たな。やっぱもう結構遠いんですね。でもハートゴールド、ソウルシルバーの自転車ってさ、こう勢いがあるから、意外と使いにくいというか走りにくかったりしますね。あ、これアイテムは拾っておこう。そうしたらもうこの辺はどんどん進んじゃって大丈夫そうかな。お、39番道路なが、うん、何？バオバ？誰だお前。ぬぬ、君が持っているのはあれだな、ポケモン図鑑？懐かしいな。私の名前はバオバ。以前は赤竹シティでサファリを運営していた。この人、赤竹シティのサファリパークの運営の人。世の中新しい娯楽が次々と登場するでな。時代遅れになっておったので、私のサファリがな。いや、めっちゃ楽しいけどな、サファリ。波乗り取りに行ったし。そこで私は外国で技術を学び、最新型のサファリを丹波でオープンすることにしたのである。あれ？カラカラって、丹波にサファリあるってことは、丹波で仲間にできるのか？ここで君と出会ったのも何かの縁。お互いの電話番号を登録しようではないか、ポケギアに。サファリゾーンが完成したら真っ先に知らせるぞ。と、おー、ぜひお願いします。なんか、カラカラがサファリにいるっていうのはね、聞いたんで、分かってたんですけど、サファリって関東の印象あったんだけど。では、完成したら連絡しよう、ポケギアで。いや、ちょ、ぜひ頼むわ。いや、ちょ、ぜひ頼むわ。つうか、南がアサギシティでしょ？ここは？恐怖のミルタンク？もう、やだー。IKKOさんかな。IKKOさんかな。え、なんかあったな、こんな、なんか、モーモーミルク的なイベントだっけ、これ。オーラのミルタンク、ミルクを出さなくなってんだ。オーランチのミルクは有名だ。みんな飲みて言ってんのにの。オーレンの実をいっぱい食べさせりゃ元気になって美味しいミルクをたくさん出してくれるんだけどもな。あー、オーレンの実はな、そんな持ってないな。うちのミルクは関東にも出荷してるんだ。だからミルタンクが美味しいミルク出してくれんと、オーラたちも困るんだ。なんかね、道中のトレーナーがミルタンクじゃねえや。なんだ、モーモーミルク使ってたんですよ。これ、こっから取ったってことかな。モーモー元気がないの。大好物のオレンの実をたくさんあげないと。
ああ、元気なさそうですね。これをあげましょう。もうかわいそうに。食べなさい、俺の実。たくさんあげないと。まだ食うか？まだ食うか？え、何個持ってんだ、俺。とりあえずかわいそうだし、まあ、ちょっと、わ、ちょっぴり元気になった。いいよいいよ。あげられるだけはあげ、ああ、もう持ってないのか。いや、じゃあまた、オレンの実手に入れたらこっち来るか、悲しい目をしてる。ごめんよ、ミルタンク。ちげえんだ。俺持ってねえんだ、オレンの実も。君に3個あげちったから。な、ここはボングリがあるから。こういうボングリってね、時間が経つとちゃんと生えるんですけど、生えた頃にまた行くかっつったら微妙なんで、やっぱ道中に回収できるときは確実に回収しておかなきゃいけないんですよね。あ、なんかアイテムあんな。あ、お、ドレインパンチ。あ、助かる。もうちょいでアサギつくのかな。じゃあアサギまで行くか。あ、来ましたね、アサギシティ。こんな感じだっけ。あ、この BGM はなんかすごい覚えてる。こんなんだったよね。てか BGM ってさ、なんか昔のピコピコ音に後半変えられるみたいなの視聴者さんのコメントで見たんですけど、そうだとしたらめっちゃ楽、うおー！シルバーじゃん。え、またバトル？またお前かよ。何その気になってんだ。俺はお前みたいな弱いやつは相手にしたい。あ、よかった。弱いといえばここのジムリーダーもいないぜ。弱ったポケモンの世話をしに東大へ行ってるんだってよ。は、バカバカしい。弱ったポケモンなんかほっとけばいいのにさ。戦えないポケモンに何の価値もないからな。お前、東大で修行してみたらどうだ。少しは一人前のトレーナーらしくなれるかもしれないぜ。東大行かなきゃいけないのか。いや、弱ってても、ま、ポケモンは家族だろうが。いや、東大がどの辺だっけ？南の方かな。あ、一回回復だけパパッとしていくか。で、東大は？ここは浅木港、高速船乗り場。あ、ここから口場とか行ったりできるのか。あ、これか？ここは浅木の灯台、別名輝きの灯台と呼ばれています。ここっぽいな。ちょっと情報くれ。暗い夜道は危険、暗闇も危険がいっぱい。灯台の明かりがないと船は動けないんだ。大事な役割してますよね。ここ登ってったらジムリーいるのか。これ対戦？浅木じゃ古くからポケモンが夜の海を照らしていたの。それをお祭りしてできたのがこの灯台ですって。おー、じゃあポケモンを祀っていたのか。エレベーターあんじゃん。この灯台は修行の場所でもある。トレーナーいっぱいいるから簡単には登れないよ。でもエレベーターあるよ。え？簡単には登れないよって言いますが、おじさん、ライトルームへ参ります。あ、一番上直通みたいな感じなのか。各フロアに降りれるわけじゃないのかな。玉虫のデパートとか降りれるんだけど、電流いんじゃん。俺が目指してる最終進化系ですよ、あれ。あ、いい傷薬ありがとうございますなんだけど、え、ちょっと待って、これさ、わかねえ。なんかあれ、はしごから来なきゃいけないパターンだ。じゃあ、こっち側から登れっていうことか。ああ、いっぱいいるな。頑張って登るか。あ、来たね。一番上。これ、みかんか。あ、みかんってあれだよね。ハガネール使う子だよね。初めてハガネタイプ出た時めっちゃビビりましたよね。この子、いつも海を照らしてくれていたの。でも、いきなりぐったりして、息も絶え絶え。海の向こう、丹波にはすごい薬屋さんがいるそうですけど、私、あかりちゃんのそばを離れるわけにはいかないし、お願いです。私の代わりに薬をもらってきていただけませんか？こちらの入り口を開けておきますので。あ、これでエレベーターでも来れるようなのか。で、丹波に行くと、パルー、大丈夫か？息をするのも苦しそうはよっぽどだな。ちょっと助けてやんないと。じゃあ、こっから南西の方？なんか、波乗りで行けばいいのか。どっかから、ここ、なんか船着き場だから良くないよね。あ、ここら辺から行けそうかな。ちょっと待って、そういう時は掲示板だよ。南丹波シティ、ここだな。これを？バトルフロンティアって何？ちょっと待って待って待って、また知らないの出てきたぞ。これなんだ？ここはバトルフロンティアの入り口用通路ですから、こんなところに並ばれると困ってしまうんですよ。ん？何？一番わしだよ。この先にもうすぐできるバトルフロンティア。一番乗りするためにわし眠らずに並んでるんだ。二番でよければ君もわしの後ろに並ぶといいよ。うわ、こういう迷惑なおじさんだよ。並んじゃうやつだよ。ってことはまた今度来れるようになるってことかな。いや、ここは一旦飛ばしといて、あ、海を渡ってじゃあ丹波行きますか。お、モココ進化来た。来た！まさかの電流助けに行ったらこっちも電流になって会えるじゃん。よっしゃ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 。これでとりあえずパーティーメンバーが4人揃ったな。そしたらここからは電流をどんな風に育てていくかだよね。
レッドのピカチュウと戦わせるからな。それ考えると結構考えて、パンチ系の方が、そっか、電流って物理の方が強いのか。そうしたら、まあ、電気ショック対電気ショックでいいかな。電気ショックを変えて、なんか剣の舞とかも電流って覚えるのかな。物理を上げるって考えたらザ定番みたいなイメージが僕の中であるんですけど、ありがとうお姉さん、進化させてくれて。あ、ここか。あ、オッケー、ついたついた。結構電流かわいいな。電流めっちゃかわいいな。ここか。薬屋、これか。ちょっと早く電流助けに行きたいな。ん？薬？君のポケモン備え重要、重症とは思えんが、何事か困っとるのかね。ふむ、東大のポケモンかな。わかった、それならこの薬やな。持って行きよし。いや、めっちゃすげえな。東大のポケモンって聞いただけでわかるんか。わしの秘伝の薬は効き目強すぎるからな。よほどのことでないとあげないのや。なるほどね。めちゃくちゃすごい薬屋さんなんすね。あと、丹波シティだからジムとかもちゃんとあんのか？あ、でも BGM とかもいいしさ、なんかもう、海辺の街って感じだよね、この辺とか。これはなんだ？写真撮れるところか。こういうの各地に意外と設置されてたりするんだよね。あ、ここがジムなのか。他には？ここは写真親父の家。写真親父さんなんだ。なんかさ、何これ？サファリゾーンへの道入り口？スリルに満ちた野生の中でポケモンとの出会いを。え？ここサファリゾーンがあるってこと？え？何これ？崖っぷちゲート。気軽に野生体験、手軽にポケモン探検。バオバ園長のサファリゾーン間もなくオープン。あんたちょっと聞いてな。この先にな、サファリゾーンってめっちゃおもろそうなところができるんやって。珍しいポケモンたちが要素なのってな、捕まえ放題らしいわ。そんなもんいかなそうやろ。おばちゃんもサファリゾーンできんの楽しみにしてんねん。はよできんかなってことは、まだ工事中なのか。あー、カラカラいるのか。ここなのか、カラカラでゲットできる場所って。ハートゴールド、ソウルシルバー。で、ここ、なんかさ、この辺でツボ、なんでスイカいんの？あ、逃げた。え、逃げてない？あ、海走ってた、あいつ。よう、ゴールド、みなきさん。今のスイ君じゃなかったか？ちょっとしか見えなかったが、海の上をスイ君が走っていったように見えたぜ。スイ君は美しくて凛々しい。しかもものすごい速さで街や道を駆け巡る。素晴らしい。私ももっと近くでスイ君を見てみたいのだが、よし、トレーナーである君と戦って、私もスイ君に認めてもらう。え、なんで？早速勝負だ、行くぞ、ゴールド。え、なんで巻き込まれた？ちょっと待って、唐突すぎんだろ、お前。なんで急に喧嘩売られてんだよ、謎の青年、みなき。しかもエスパー系なんだ。ただね、うちの電流さん強えよ。うちの電流さんね、道中もう水、海辺だったからずっと電流さん先頭にしてたからね、めちゃくちゃ強い。体当たり外した。マジか。めちゃくちゃ強くなったよ。電流の技構成でなんかおすすめあったらコメントで教えてほしい。どんな構成がいいんだろう。なんかさ、それこそ金銀やってた小学生時代に、電流とか使ってはいたけど、もう構成とか正直覚えてないよね。ていうか当時はそんなこと何も意識せずやってたし、ポケモン超楽しかったな。でもちょっとさすがに不利だから、ここはウソッキー先輩で、あ、でもウソッキーって電気技効いちゃうんだっけ。ちょっとウソッキーパイセン、うわ、ソニックブーム、もうやめろ、ストリートファイター。じゃあ岩尾と、うおっと、雷、いや、やべえ。ウソッキー、そっか、雷技とか効くのか、電気技とか。あー、そうしたらリザードとかで行くか。さすがに電気だとちょっとあれなんで。ナイス、外した。オッケー、竜の怒りで削っていく。雷ってそこそこ外れっからね。あー、てか足速いな、やっぱ丸マイン。ポケモンスタジアムとかでめっちゃ丸マイン使ったよ。電流の技構成どういうのがいいか本当なんか教えて。どうしようかね、結構悩んでる。結構悩んでるガチで。竜の怒りで削って、ゴリ押せるか？オッケーオッケーオッケー。めっちゃ寝ないじゃん、リザード。不眠かな？特性。オッケー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 。なんで急にこの人と戦いになったんだろう。悔しいけど私の負けだ。おうよ。それじゃまだスイ君認めてくれないぞ。すごいぜ、ゴルド。スイ君が君の様子を伺っていたわけが少し分かった気がするよ。とにかく私はこのままスイ君を探し続けてみる。君とはまたどこかで会うかもしれないな。じゃあ、ゴー大丈夫か？ゴー逃げないと捕まるぞ、この人に。なんかさ、この辺で、ツボツボもらえるみたいなイベントなかったっけ？
おや、こんなところを訪ねて人が来るなんて珍しいね。私も若い頃はポケモントレーナーとして塔の上に登ろうとしたり、海の底に潜ろうとしたり、いろいろ努力したもんだ。すげえな。今はもうこの浜辺で波と風の音を聞きながらのんびりと暮らしてるよ。あれ？この辺いなかったっけ？まあいいや、じゃあジム行くか。ここですね、ジム。ここは普通に。変な人がいる。なんか変な人がいる。どうしたの？修行に夢中で気づかない。あれ？まだ戦えない感じか？ちょっと待って、サングラスのおっちゃんもいないな。え、これ戦えない感じ？どうなんだ？上はいけるのか？え？あ、でもここを戦えるってことはジム戦いけんのか？俺たち格闘家に怖いものなんてないぞ。あ、格闘ジムなのね。これあれか、ここのボタンを押すのか。大きなハンドルがある、回しますか。これを回して、水来ない、修行やめた、集中力落ちる。ギミックがちょっと歯車が可愛いな。しかも木でできてるってレトロっすね。これで戦えるんじゃない？なあ、激しく流れ落ちる滝がわしの頭の上にズドドって。こら、勝手に水を止めるな。わしの修行の邪魔をしよって。言っとくが、わしは強いぞ。こうやって毎日滝に打たれているからな。何？ポケモンとは関係ない。それもそうだ。納得すんなよ。では勝負といくか。おっちゃんテンションだけだな。しじまさんっていうの？おっちゃんも完全にテンションだけだな。あ、ちょっとお腹出てますね。さあやろうか。格闘、怒りざる、まあ結構怖いけど、あ、やべ、そういや戦闘のアニメーションオンにするの忘れてた。まあ今回は許してください。竜の怒りで確実に削っていった方、うおっと、岩なだれ、まずい。いや、大丈夫、よし。ひるむな、ひるむな。やばいな、やばいな、やばいな。あ、集中力高めて、よし、よしよしよし。おかげさんで、おっと、おっとっと、微妙に残ったな。竜、おーい、すごい傷薬、ちょっと待って待って。っていうことは、竜の怒り使ったとしても2発じゃ落とせないってことでしょ。まあでもいけるのであれば、もう一回竜の怒り使って集中力途切れさせておいて、これで、ああ、今ならできたか。いい、リザード十分これは活躍してくれた。したらラプラスにして、ラプラスさんのこの氷のつぶてで確実に先制を取って怒りざるを落としていく。っていうかさ、ジムリーダーってなんかポケモンたくさん使ってくるジムリーダーよりも数が少ないジムリーダーの方が一体一体が強くて厄介なイメージあるんですよね。データニョロボン、まだまだ負けません。いや、僕ね、ニョロトノよりも正直ニョロボン派なんですよ。なんかね、ニョロトモもか、ニョロトノも可愛くていいんだけど、ニョロボンの方がちょっとかっこよくって好き。あとやっぱ赤緑時代からあったから、初代からいるから。これ、のしかかりで削り切れるか？まあ、麻痺ってるのが怖いは怖いけど、あー、混乱解けちゃったから、これ確実に混乱させておきたいんで、怪しい光もう一発撃って。あれ、ラプラスって貯水入ってないのか、これ。特性なんだ、うちのラプラスちゃん。いよいよ、これラプラスで、おっと、お盆の実か。お盆の実はやっぱ普通に便利ですね。よしよしよし、でも混乱は効いてる。これのしかかりで、いよいよよ。集中力途切れさせておいて、で、怪しい光を打っていく。よしよしよし、しっかり混乱させておく。オッケー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 。怪しい光強いな。ほぼほぼ当たるしね。くそー、この麻痺が厄介。麻痺がなかったらもう倒せてる気がする。頼むぜ、ラ、どう？もう傷薬を使うな。これラプラスいけるか？でもせっかくなら行きたいよな、ラプラス。怪しい光をさらに打っ、おっ、やばい、あー、ダメか。そうしたらバタフリ行ってみようか。まあ、麻痺ってるからもう、ね、眠り粉はあれですけど、超音波で混乱させつつ複眼で命中率上がるし、でここで再起光線だったら結構入るくない？あ、いいね、いや、めっちゃ入るじゃん。いや、急所も当たったのか、ナイス。のしかかり耐えきれるか、バタフリ。うわー、麻痺った、麻痺ったけど、まあ、やばい。あー、またフリー耐久力がやばいんだよな。じゃあうちの、いや、アリゲイツさん行くか。アリゲイツ最後決めてくれ。久々に活躍してもらうよ。うわー、え、効果、あ、効果今一つなの？噛みつく今一つなんだ。じゃあ居合斬りかな。
ここ居合切りであと2発あればいける気がする。催眠術打ってくるのか。よし、あと一発、あと一発。このお腹のぐるぐるって内臓が見えてるそうですね。初代のポケモン図鑑に書いてました。オッケー、アリゲイツナイス。いやいやいや、氷の牙、え、それ覚えてほしい。ちょっと待って、それは覚えてほしいな。怒り忘れさせるか、そしたら。よし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 、氷の牙は便利。もう一個ぐらいレベル上がるんじゃない？あー、もうちょいだったか。まだ、負けた。うん、まだはおかしいだろ、それ文脈的に。うん、わしが負けるとはこれは参った。よし、このショックバッジはお前にふさわしい。ありがとうございます、ショックバッジいただいていきます。なんか、電流も、なんか波に打たれてるみたいだってね。ショックバッジがあればすでに行ったことのある街へ空を飛ぶ、あ、空を飛ぶで行けるんだ。うん、ついでだ、これも持ってけ。空を飛ぶもくれよ、それなら。空を飛ぶどこにあんの？マザマシン01の中身は気合パンチ。先に攻撃を受けるとこちらの攻撃が出せなくなるが、当てられれば絶大な威力は発揮するぞ。まあ相手状態異常とかにしてれば、まあまあまあ眠りとかにしてればやりやすいのかな。お、誰？それは丹波のジムバッチ。じゃあこの秘伝マシンを持っていくといいわ。これ空を飛ぶか？空を飛ぶを覚えさせると今まで行った場所に一瞬で行けるようになるわ。わあ、まだリザード進化してないな。まだリザード進化してないな。空飛べないな。ちょっと移動誰か連れていくしかないか。オッケー。まあじゃあいいや。今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございます。次回みかんちゃんに薬を持って行って電流回復させてみかんと戦って、で、その先進むっていう感じですかね。まあだいぶ進んできたし、空を飛ぶを覚えられたら使えるようになったらかなりここから先移動しやすくなるんで、まだまだ楽しんでいきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価お願いします。そして王者の祭典面白いのでぜひ読んでみてください。概要欄にリンクあります。お疲れ様です。